ガリソニエール公社クロラン・ミシェル・ワランド・ラ・ガリソニエールは、ヌーベル・フランス総督。フランス王国海軍士官として、1756年のミノルカ島の海戦で勝利したことで知られている。ラ・ガリソニエールは、母カトリーヌ・ベゴンが1712年から1726年まで、アンタン団ンを務めたミシェル・ベゴンド・ラ・ピカルディエールの妹であり、 自身も1651年から1657年までのヌーベルフランス総督、ジャン・ドロゾンの親族マリー・カトリーヌ・アントワネット・ドロゾンと結婚したためヌーベルフランスとのつながりがあった。ラ・ガリソニエール自身は海軍士官であったためヌーベルフランス総督職は軍事上必要だったことで渋々受け入れただけであった。民衆には好かれた模様であったが資源の不足により 多くをなすことはできなかった。それでも、彼は、ピエール・ジョゼフ・セロロンド・ブランビルを派遣して、フランスの交易地を増やし、フランソワ・ピケを派遣して、デトロイト地域とオハイオガー流域の先住民へ、キリスト教を布教し、イギリスのアメリカ植民地を抜けがけようとした。彼は、行政官と外交官としての才能があった。ヌーベル・フランスでの貢献により、 彼は海戦を戦ったことがなかったにもかかわらず、海軍少将に昇進した。その後、海軍列歩の管理を命じられた。1756年、ラガリソニエールは、ミノルカ島の侵攻を支援し、ジョン・ビング提督率いるイギリス艦隊と3時間、戦った。ラガリソニエールは、艦隊を慎重に指揮し、イギリス艦隊が撤退する結果をもたらした。ビングは、 軍法会議にかけられて処刑された。限定的な勝利であったが、ラガリソニエールは、本国で称賛され、フランスを売い15世が、フランス減衰くらいの授業を考えたほどである。しかし、ラガリソニエールは、王を越見する前に63歳で病死し、結局減衰に除されることはなかった。ラガリソニエールは、科学研究に関与した最初の会員の一人であり、 当時の巧妙な科学者であったアンディ・ルイ・デュアメル・デュ・モンソー、ベルナールド・ジュシ州ュ、ピエール・シャルル・ルモニエ、ルイ・ギョーム・ルモニエともつながりを持った。彼は科学研究のミッションをサンド組織したサンジャン要塞の記念碑、1926年設立、2006年撮影。ありがとうございます。